架空城の小野寺です。架空城の10月公演インテグラルのかかとは錆びない13人姉妹のモスクワの戯曲の元ネタについて私が偏見と主観に満ち満ちた解説を行っております。予習の第10回目、今日は最終回ですね。再びですね、カミューのシーシェポスの神話についてお話しします。私はいつもシジフォスと言ってしまいますが、シーシェポスが正しいようです。これはですね、カミューの書いたエッセイなんですけれども、不条理というね、彼の、世界の根幹的な考えを示したものです。このシジフォスがですね、神様を二度も欺いたという罪でですね、タルタロスという地獄で罰を受けるんですよね。巨大でですね、重たい岩をですね、山のその麓から頂上まで運べと言われるんですね。で、それでまあ必死でうんうん言いながら運んでですね、でやっと山頂に着いたというその瞬間にですね、岩はコロンコロンとこう麓まで転がって落ちていってしまってですね、それが永遠に続くという罰なんですね。あの、賽の河原の小石積みっていうのはありますけれども、まああれと同じですね。つまり人生の目的を達成することは絶対にできないというようなことです。でもその達成できないプロセスの中を生きることこそですね、それこそが人生なのだというようなことですね。人生の本質は徒労であり無駄で意味はない。でもその意味のない人生を生きることが人生だというような、これまで散々お話ししてきたような考え方ですね。これはですね、物語の構造で考えますと、円環構造というものを示しているものですね。話が最後まで行きますとですね、また最初に戻るという形式ですね。ということはつまりですね、お話の最初のシーンというのはイコール最後のシーンでもあるわけですよね。あの、同じ話がぐる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 回っているというようなことです。一般にですね、物語ストーリーというものは、あの、主人公にね、なんか目的があって、それを達成する試練の過程で、主人公自身が成長していってですね、で、その試練を乗り越えてですね、やがて結果的に目的を果たすと。あの、名声を手に入れるとか、まあ、お姫様と結婚とかね、あの、例えば社長になるとかね、まあ、そういうことでもいいわけなんですけれども、でもですね、そんな直線的でわかりやすい成長物語、まあ、ビルディングスロマンでもですね、視点をですね、俯瞰してみると、円環構造の中にそれも置くことができます。例えばですね、さっき言った社長になるね、それが目的だとすればですね、この世界にですね、困難を乗り越えて、実際に社長になった人というのはですね、無数にいるわけですよね。なので、社長を目指す若者がいると。で、その人が困難の末に社長になると。そしてその人がやがて死んだ後にもですね、その世界にはまた新たな社長になりたい若者が現れるというわけですね。それが永遠に続いていくということです。これが円環構造というものです。あの、一人称の視点ではですね、あくまでその人、個人の一代限りの物語であったとしてもですね、その視野を世界全体にわーっと広げた時にですね、多くの同じような人生を生きたうちの一人として、永久にその一人は繰り返されていくというようなわけですね。これがですね、いわゆる構造主義という考え方につながっていきまして、いわゆる不条理とか実存主義を批評する、まあ、対になるような思想です。そのカミューとか、まあ、サルトルなんかが説いたですね、実存主義という考え方、神様はいないのだから世界には意味も正しさもない、だからその正しさや人生の目標やルールは誰かが決めるのではなくて自分で決めないといけないと。で、人生ってのは一回生、つまり一回しか誰にでもないのだから、まあ、誰にも似ていない自分だけのオリジナルの人生を生きるべきだというような考え方があったわけですね。ところがですね、あの、いくら自分がですね、自分だけの価値観でオリジナルな人生を選択して生きているつもりでもですね、それを歴史的に俯瞰すればですね、必ず自分に似た生き方をしている人はいるんですよね。またですね、人間があの社会の中で生きている以上、その社会のルールには暗黙のうちに従っているわけですよね、誰しも。その犯してはいけない暗黙の了解のことをタブーと言いますけれども、親とかね、兄弟とは結婚できないですよね、普通はね。しようと思わないでしょ、まず普通にはね。だけど、親や兄弟と平気で結婚しているような、そういう社会に生きている民族も世界には現実にいるんですよね。なんですけれども、たとえその人たちであったとしてもですね、その人たちはその人たちの中で、例えば魚は取っちゃいけないとかね、あの、そういうまた別のタブーの制約の中で生きているんですよ。バリエーションに過ぎないってことですね、タブーの。なので、そのタブーを犯さないルールの範囲内での自由に過ぎないんですね、結局人が選べることというのは。そうですね、昔あのファミコンとかのゲームでキャラクターのパラメーターね、あの、なんか力とか素早さとか、あの、そういう数字の割り振りをあのプレイヤーが自由にできてですね、あの、それでオリジナルキャラを作ろうとかね、そういうゲームが結構あったんですけど、それもあくまでそのゲームの中で選択できるパラメーターの範囲内での自由ですよね。あの、用意されてる以外のものは作れないわけですから、あの、それと一緒で、あの、全くの自由というよりですね、数ある人生の選択肢をあの好きに組み合わせることができるっていうことなんですよね。で、それが組み合わせである以上はですね、あの、いくらバリエーションが仮に多かったとしても、あの、必ず自分と同じ選択肢を選んだ人は
はいるわけですね、世の中に。実存と言ってですね、オリジナルな人生を生きるんだと言ってもですね、そういう民族的、社会的なルールの中からはどうしても出てはいけないものなわけです。物語の円環構造というのはね、もちろん近代以前からあったはありました。人間も神様も同じことをね、物語の中では繰り返しますからね。でも、それは、かつては神様がそう定めたからだったんですよ。繰り返すようにね。でもですね、神がいなくなった近代においてもですね、やっぱり人間は、神ではないけれども何かに支配されですね、それを良しとする社会の制約の中からはなかなか出られないわけです。シジフォスの神話はですね、神が不条理なんかを解いて、そして神に見放された自存主義社会を予見した内容ではありましたけれどもですね、同時にその物語の中に円環構造をもすでに見つけているんですね。自分が展開した実存という論理を否定する要素もすでにその思想の中には入っていたということなんですよね。ある思想を説明するために用いた例え話が同時にその思想を批評してしまう要素も含んでいたっていうことですね。で、ちょっと視点変えるんですけど、ストーリーそのものを見てもね、結構面白くてですね、このシジフォスってやつは神様をね、2回も騙すんですけど、そのうちの1回がですね、タナトスというね、死の神様を騙しちゃうんですよね。死の国に連れて行こうとしたね、タナトスをですね、逆に罠にはめちゃってですね、タナトスをその手錠で縛っちゃうんですよね。そうすると、死の神様が封じられちゃったので、世界からその瞬間ね、死という概念そのものがね、なくなっちゃうんですよ。死んだ人とかもね、いきなり蘇ってきちゃうんですね。という概念がないから。で、それはね、大変だっていうことになってですね、タナトスの代わりにですね、アレースっていう神様が、シジフォスを捕まえに来てですね、死の国へ連れて行っちゃうんですけどね。で、その連れて行かれる時にね、シジフォスがね、奥さんにね、自分の葬式は絶対出すなって言うんですよね。帰ってくるんだから葬式出すなよってこう言い含めていくわけですよ。で、そんで本当に帰ってきちゃうんですよね。その地獄で裁判みたいなのを受けるんですけど、その時に自分はまだ葬式を受けてないから、正式には死んでないって言って釈明するんですよね。で、葬式出さないなんて、けしからんって自分の奥さんをちょっと叱ってくるから、3日間だけ生き返らせてくれとか言って、まんまとですね、3日間という約束で蘇ってきちゃうんですよ。ところがもちろんその3日間過ぎてもずーっと聖の国に座ってたもんで、さすがに神様が切れてですね、シジフォスを連れて行っちゃったっていうことですね。そんで永遠に岩を運ばなければいけないという大変な拷問を受けると。つまりシジフォスっていうのはですね、神をも手玉に取るね、知恵者なんですね。まあその彼が負う罪がね、その永久の重労働、超ブラック労働っていうこともね、まあ残酷なわけですよね。知恵者がそういう単純労働を永久にしなければいけないということ。またね、でもね、これだけ知恵に長けたシジフォスであるからこそですね、いつかこの地獄のような円環構造から抜け出す英知をもね、生み出すのではないかというような希望も感じるというところが私は好きなところですね、この話で。物語の中でですね、円環構造というものが仕込まれるときですね、それを理解するためにね、近頃一番わかりやすく扱われるのが伏線というような要素ですね。物語の中にすでに一度提示されたものが後になってね、再びもう一度提示されたときにですね、その意味が読み替えられてですね、あっと驚くというようなことなんですけれど、まあ、でもね、そうじゃない方法でね、最近は使われることが大変多くてですね、例えば映画とかね、まあ、ドラマとか何でもいいんですけど、まあ、そういう物語の中で謎が解けたりするときにですね、実はあれはこうだったんですよとか言って、その時前は画面に映ってなかったことがですね、そこでいきなり出てきてですね、実はこういうことを裏でしてたとかね、言い始めるんですよね。それで伏線回収とか言うんですけど、いや違います。それはただの情報の後出しであって、伏線でも何でもありません。だってそんなこと言ったら何でもできるでしょ。実は言わなかったけどその人死んでるんですよとかさ、ずるいじゃないですか。いつ言ったのそれって、今初めて言いました、隠してました。それは伏線ではないんですね。そうではなくてですね、初めからずーっとそれは、視聴者に提示され続けていたのに、ある瞬間その見え方がずらされた時に、初めて今までずっと見えていたものがまるで違った意味を持って世界が反転するように組み替えられてしまうという、これが伏線なんですよね。つまり世界はですね、個人のレベルではですね、主観的に実存的に存在しているわけです。ところが、それを俯瞰して全体に視野を広げた途端にですね、まるで異なった意味を持つということがあるわけなんですよね。伏線という話でですね、私が感動した作品はですね、アン・リー監督の、2012年の映画ですね、ライフ・オブ・パイという作品です。これはね、一見とてもずさんなシナリオに実は見えるんです。いくらなんでもね、それはありえないだろうというようなですね、お話にしたってその作品の中でのリアリティラインがちょっと破綻してるというようにしか見えないんですね。でね、まあ、あーって思いながら見ているとですね、最後のね、10分ぐらいで、実はそのずさんに思えた部分が全てですね、仕組まれたものだったということがわかるんですね。たった一人でね、虎と一緒に海を漂流するという少年のお話なんですけれども、一人でね、少年は漂流しますから、その航海の間はですね、彼一人の主観なんですよね。映画のほとんどはその彼の主観による荒唐無稽なファンタジー冒険譚として描かれるわけです。
でも、その漂流が最後に終わってですね、陸地にたどり着いてですね、保護されると、その保護した人たち、つまり他人がですね、その彼の冒険を検証するんですね。そうすると、今まで少年の一人称で描かれていた世界が、他人の目から見たら、実はまるで意味を変えてですね、とても残酷な世界だったんだということがわかるという形になっているんですね。これは見た時にですね、私はちょっと震えました。これが伏線だと思ってね、未見の方はご覧ください。画面にすべて映ってますが、その見え方だけがある種隠されていて、見え方が提示されると今まで見ていた全部のものの意味がひっくり返って見えるというすごい作品になってます。まあネタバレかもしれませんけどね、2012の映画ですから、まあ許してください。そんなわけで、円環構造というのはですね、形式としてはまあ昔からあったんですけれども、それが構造としてね、意識され、機能したと言えるのはですね、その構造の中に生きる一人一人の自意識が目覚めた実存世界以降、近代以降だと言えますね。主観という概念が現れたことで、初めてそれに対応する形で客観という概念が誕生したわけだからです。そんなわけで、架空城の10月公演、インテグラルの片岡錆びない、13人姉妹のモスクワの元ネタを紹介してきたですね、この予習も、ウロボロスの蛇がですね、自分の尻尾を食べてぐる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 回るようにですね、第1回の神に戻ってきたところで、まあ、こうやって終わるわけですね。美しいですね、円環構造ね。この動画がね、公開されるのは多分水曜だと思うんですけど、その翌日の木曜がまあ、この舞台の初日なんで、明日なんですかね、多分ね、完売の回も出てるんですけれどもですね、お席のある回はね、当日券も出ますし、ぜひね、チケットを求めくださいませ。公演がね、終わりましたら、また通常の岸田戯曲賞の受賞作について話すラボもね、再開しますので、チャンネル登録もしておいてください。では、劇場でお会いしましょう。それでは、さよなら。